皆さんこんにちは。うちの、看板選手中田勝弘選手が、12月4日に東京後楽園ホールで、試合をすることが決定しました。本人もすごい練習頑張っております。まあ、いい試合になると思うんですけど、ますます応援の方よろしくお願いします。中田選手はですね、頭も賢くて、なんと東北大学の法学部の相撲部ということで、その時の監督さんが横綱審議委員会の内館牧子先生、横綱審議委員会ですね。あんなすごい先生が、ちょうど監督してあって、僕も内館先生に偶然可愛がってもらってまして、僕たちの結婚式も来ていただいております。そんなご縁で、ね、中田選手もすごいいい子で、もう人間的には最高に素晴らしい男なんで、皆さんこの中田勝弘選手ですね、応援してあげてください。きっと応援しがいがあると思います。いや、中田選手が頑張ってるなと思って、ますます自分自身も頑張れると思うんで、中田選手を応援の方よろしくお願いします。12月4日、後楽園ホールです。応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。